セルティック古橋、今夏の移籍市場でステップアップ移籍か。スコットランド一部セルティックに所属する日本人フォワード古橋亨梧は今夏の移籍市場でステップアップ移籍をするのではないかと報じられている。そうした中、セルティック OB のアラン・スタップス氏は古橋が最低でも2000万ポンド約32億円の価値があるとコメントした。スコットランドメディアグラスゴライブが報じている。仮に古橋がプレミア移籍してもプレイスタイルがそのままなら代表で機能しないと思う。もしプレミア移籍で活躍できたとしたら古橋に合う戦術を代表で採用する可能性はあると思う。活躍できればだが、これで活躍できたらそれはそれで森安の面目が潰れまくるだろうな。古橋に32億も出すとこないだろ。29歳の選手でぼったくろうとすんなよ。古橋のキャリアを潰すつもりかよ。つうかそもそも売る気ない。古橋を売ったら完全にギャンブルだから30億などというふっかけ値段になる。金持ちクラブだから売る必要ないんだわ。 OB の評価で草売れなそう。どうであれ次の契約を取れれば成功者ですよ。レンジャーズにステップアップや。年齢的にさすがに無理あるだろ。